はい、ということで今回も古着屋さんに行った様子をお届けしたいと思います。そして一人でオープニングを撮っております。まあ、なぜ一人なのかというと、前回ですねノックンウッドさんという古着屋さんに行かせていただいて、まあ、そこで40年代のリーの白のカバーオール、そしてリーバイスの70505、まあ、サイズ50ですね、まあ、そのあたりを買わせていただいて、まあ、そしてあの鏡さんのご厚意でサク&サッシー用に3点もプレゼント企画用の商品を提供していただいて、まあ、とても楽しい買い物をしたわけですね。でそこですごく興奮してですね、その足で今回の古着屋さんキャバレーさんに向かったんですが、そこですっかりオープニングを撮るのを忘れてしまったということで今一人で撮っているということですね。そしてですね、そのノックオンウッドさんの動画の中でプレゼント企画初めてやらさせていただいたんですが、もう本当に非常に多くの方に応募いただいて、その中でいつも見てますとか、あの楽しく拝見していますとか、すごく嬉しいメッセージがたくさんあったので、まあ、この場を借りてですねありがとうございますという気持ちをお伝えしたいなと思います。まあ、そしてまた僕らねサク&サッシーがお伝えするファッションのことなんかを、まあ、引き続き YouTube で見ていただけたら嬉しいなと思ってますので、引き続きサク&サッシーをよろしくお願いします。ということで、今回ですねキャバレーさんという古着屋さんにまた行ってきましたので、まあ、そちらの様子をお届けできればなと思います。でキャバレーさんはですねどういう古着屋さんなのかというと、愛知県岡崎市というところにある古着屋さんです。でキャバレーっていう名前がまたなんかいいじゃないですか。ちょっと雰囲気感じるじゃないですか。で僕は結構そこの古着屋さんに前から通っていた時期が結構あって、でちょっとまあコロナになってから3年間ぐらいちょっと行けてなかったんで久しぶりに行ったんですけど、でそこのキャバレーさんは、オーナーの方が、まあ、定期的にアメリカに実際に買い付けに行って、で、まあ、そこでいろいろ回って、まあ、3週間ぐらいとか1ヶ月ぐらい行って買い付けてきた商品を、まあ、販売して、まあ、それを繰り返すみたいな形のスタンスでやってるんですけど、まあ、その中で結構こうミリタリーものの、まあ、アメリカ、まあ、USA のミリタリー系中心に、まあ、各国のミリタリーものだとか、まあ、あとはもう本当にアメカジの王道系、まあ、そのチャンピオンとかカーハートとかリッキーズとか、なんかそういった形のものとか、その辺を結構ずらっと揃えていて、それプラスちょっとこう今っぽく着れるようなレギュラー古着みたいなものとか、まあ、あとはそのミリタリーものの、黒染めだったりとか、まあ、あとは、そのオーナーさんがご自身でちょっとリメイクを店頭でそのままミシンでこう入れてたりとかしたものとかっていうのが販売されてて、結構ですね僕の感覚からいくと結構リーズナブルな価格で販売されてるなというところで、僕も何回かこう通ってるので、まあ、その中で、まあ、USA の、M65 のカーゴパンツだったりとか、あとはエクワックスのレベル3のフリースのデッドストックとか、あとはパタゴニアのフリース関係とか、まあ、そんな感じのものを結構キャバレーさんで購入させてもらったりとかしてて、僕としてはすごくなんか相性のいい古着屋さんだなという感覚があるので、まあ、今回サッシーはちょっと今まで行ったことなかったんで、まあ、今回ちょっとサッシーに、まあ、そこの古着屋さんを紹介するっていうような形でちょっと一緒に行ってきましたので、そして今回もまたいろいろといいものがありまして、まあ、それをですね試着したりとかして、まあ、どれを買うかとかいろいろやってる様子をお届けできればなと思いますので、まあ、そちらをぜひご覧ください。それではいきます。よーい、うどん。
してるけど、はい、こういうパンツ、パンツ、うん、90年代のチャンピオンの黒染めだよ。そう、メイドイン USA の黒染め。いいね、なんかあのステッチがやっぱさ染まんないからさ、そう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 、ちょっと OMC 感わかるわかる。しかもシルエットも結構なんかちょっと細身になってていいね、ね、うん、いいじゃん。なんかグイディのブーツ履いたら何でもかっこよくなる説だよね。そうなんだ。それが結局ちょっと他のやつもめっちゃピックしてるから、うん、ちょっと履き、はい、ていきましょう、はい、ちょっと太いかな。ちょっと太い。え、30?355か35か35とか。いや全然太くはない気がするけど、うん、まあちょうどいいか、うん、太すぎず細すぎずね。874これ。いや874じゃない気がする。なんだろうね。裾でもカットしてんじゃないかな。さ、短いかもね、ちょっと。ね、ちょっと短いかもね。ちょっと短いな。うん。ちょっと別のやつ。ん？別のやつ。はいはい。ちょっと短いな。いや、これ無理だな。無理じゃない。こういうのは。そうだね。こういうのは無理じゃない。うん、これは可愛すぎるわ。まあでもね、経験としてね。うん。あ、今いける、いけない、まあどうだろう。履くかねって感じだね。これを着て外に出る勇気が俺ない。かっこいいけどね。かっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいよね。可愛すぎる。いいだからじゃん。まあ余計可愛いもんね。やっぱり。あの T シャツ脱ぐわ。これ US ネイビー。ネイビー。ネイビー。黒染めなんだよね。黒染め。持っといてもいいかもね。ね。うん。ここにああ、なるほど。これでいいや。どう？変わらん。かわいさは。まあロゴがね。ロゴなしの方がいい。どう？あ、なし。ここじゃあさ。ああ、それね、さっきのね。そうそうそう。こうなったらどう？いやー、サッシーの表情が微妙だな。どうだろう、どう？どうなんだろう、これ。いや、むしろさ、このもうここまでさ、上もうなんか着ちゃった方がパンツとしてのシルエットは結構かっこいいからさ。ボタン止めるってこと。うん、もう見せない方が、そうそう、それなら全然。これだってもう意味がなくて。その釣ってるとさ、やっぱ策はさ。そうですね。うん、これでも意味なくない？どうなの？意味ある？これ、これ着てる意味ある？うん、まあでもパンツとしてはかっこいいんじゃない？結構。すげえかっこいいね、これ。釣ってるとこのシルエット良くなんだろうね。うん、そう、それは絶対ある。ね、うん、しかもこっからガバっていくからさ。そうそうそう。ストンといくからね。すごいなんかあの興味あるんだけど、すごく。かわいい。こ、うん、かわいくはなるよね、やっぱり。かわいすぎる。うん。かわいすぎるかね、やっぱ。
いやダメじゃないと思うけど、なんかキャラじゃないよね。うん、ああそう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 、そんな気にしなくていいんだよ。うん、ね、空っぽっつったらどうなの。いや無理だな、うん、オーバーオールじゃないから無理だな、うん、空っぽはないと思う。空っぽはないな、ちゃんと来た方がいいな。ああ結構変わるかもしんない。だいぶ変わるよね。ああ、あの嫌じゃない。そこまで嫌だ。あ、ちょっとそこのさ、ちょっとこれ、はいはいはい、来てちょっと模索するわ。さっき欲しいんだね多分それ。いやなんか納得したいんでしょ。いや持ってないアイテムだから。うんうんうん、わかるわかる。ちょっと気になるじゃん、持って来て外出る。あ、でもだいぶか、これさ、しかも半袖か長袖かによって多分全然違うじゃん多分、うん、長袖、中に長袖着たら、うん、めちゃくちゃいいんじゃん多分。ああそうだね、まあ、ガーデニングとかの雰囲気だねちょっと。都内とかで美味しい海鮮系のビストロ。うーん、まあ分かる分かる、言いたいことは分かるよ。黒だったらいけんじゃね、いけない、どうなんだこれ、これはどうなんだ、やばいかな。ちょっと悩む？はい。え、それかっこよくない？かっこいいよね。うん。でかい。でかい？かっこいい。かっこいいね。うん、かっこいい。なんかうわカモだなって感じはしそんなにしない。なんだ。履きやすそう。まだ未到です。ゴラパンみたいな。中華は。いやいいよ、明らかにさっきとテンション違うでしょ俺。全然だからちょっとどうしようとか、なんかそのアンチをどうしようとか。かっこいいよ、ね、なんかさっきのリアクションをちょっと不安になってきちゃった。思い出しながら、そうそうそう、それいいじゃん。しかもこのポケットつる。うんうんうん、悩んで。ちょっと考えます。はい。なんかやっぱアイテム的にはやっぱ。わかる。わかるよ。デッキパンツじゃない。うん。しかもさ、あれだって50年代ってさ、うん、黒染めでさ。うん。珍しいよね。珍しく、うん。黒染めだしね。ね。ないじゃん。まあ持っといてもいいんじゃない？あっちは絶対に、ね。で、このパンツをどうするかじゃない？あとは。でもスウェットパンツ、あ、そうか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 、あと他にも欲しいな。そうだね、あ、じゃあ、うん、いいんじゃない、つなぎで、ね、うん、そうだね、うん、あ、ちょっとあと他買うやつだけ羽織る。あ、そうだね、ね、うん、ちょっとこれじゃあ戻す。はい、そうですね、はい、これ悩んでます。
ベルギーのベスト。これも黒染めだよね。これ黒染め。そうだよね。ここがステッチ入ってる、うん。これめっちゃいい。ね、うん、これはもう買う。これちょっとね、アメリカ軍60年代のミリタリーシャツ、はい。これサイズいいけどね。ね、うん。ちょっと両方着てみる。はい。いや。ね。うん。シャレ飛んでこれ。そう。ボタンも閉めたら。うん。これ多分ね、黒黒とかで、オール黒とかで来たらめっちゃ黒。あ、中もね。うん。てか、ショーツにそれもなんか悪くないね。悪くないよ、うん。しかも、ここで、ボタン止めれんの。ここで。そうすると、ラペルみたいになってさ。ラペルみたい。なんか、ベスト感めっちゃ出るし。え、そういう使い方なのそれ。わかんない。あ、わかんないけど、できるね。うん、いいね、それいいでしょ。これ買おうかな。うん、ちょっとミリタリーシャツ。はい、これいいよ。まあ間違いないよ ね、 ね、うん、たださ、持ってるんじゃない。そう、なんかこれ俺持ってる気がして、今すげえ嫌な予感してんだけど、うん、でもこのポスターは多分持ってないの。あ、じゃあいいじゃん。そう、多分持ってたとしても、うん、ポスターさんのやつじゃないんだ。あ、じゃあいいじゃんでしょ、うん、だからまあ最悪違うものではでも本当いいよ、サイズ、サイズ感とかめちゃくちゃいい、ね、うんうん、ね、そこなんだよね、多分持ってるんだよな。やっぱかっこいいな、使いやすいもんねこれ。そう、まあそこだけ多分持ってる。まあね、なんか俺もさっき着てんの見たことあるような気がする。まあこんな感じのラインナップです、ね、うん、もう買おうかな。そうだね、ちょっとあと合計金額だけ計算して、それで最終こいつ入れるから。ああ、お、そうだね、うんうんうん、了解、そうします。はい、はい、どうだった。いや、良かったと思うよ、キャバレー、うん、いい、名前がまずいいよね。名前がいいでしょ、うん、なんかキャバレーっていう名の古着屋って結構いいじゃん。うん、いいね、うん、でしかもあのラインナップと、そう、あとあの価格、価格帯はね、価格やばいしょ、かなり安いね、うん、なんかその安さでどうとかあんまあれだけど、うん、あそこはでもそれにしても安いと思う。そう、なんかさ、その今のこの古着の高騰をさ、うん、そのそういう価格じゃない感じで昔から使ってたあのオーナーがさ、うん、なんかこう自分のだいたいこういう仕入れでこういう値段っていうところをなんか貫いてくれてる、なんかポリシーがある感じだったよね。ね、未だにやっぱ買い付けに行ってもそういう高いところでは買わないっていうことも話してたじゃん。あ、そういうところにさ、なんかこうグッとくるじゃん。わかる。ね、でね、T シャツとかもちゃんとメイドイン USA でさ、そうね、揃えてくれてるのに、あの価格で売ってくれるとか、こだわりがあるのにだもんね。手を抜かない感じだよ ね。その値段キープで、なんかこう質を落としていくっていうかさ、まあ、そういうところも正直あるからね。そうそうそう、落としていくわけじゃなくて、うん、ちゃんとしたものをなんかそういう価格で売ってくれるというところにやっぱ良さがあるよね。そうだね。だから取り乱しちゃうんだよね。また行きたくなっちゃうしね。そうやね。まあでもなんかこの後また3週間ぐらい買い付けに行くって言ってたから、まあ、クナカとか熊津ぐらいにまた開けるって言ってたから、うんうんうん、ま、その頃に行ければいいな。そうだね、また行きたい俺は。あそこね、結構いいの買えたし。いや、買えた ね、 ね、いや、なんかサッシー買ったやつめちゃ良かった。良かったね。あの US アーミーのさ、うん、あの鴨柄のさ、うん、黒染め、黒染めね、のカーゴ、うん、あれとかめっちゃいいよね。前からまあ行ってて ね、しかもあの価格でみたいな ね、相当良かったね。すげえいいと思った、うん。まあ、俺はあの課題があるから US ネイビーのデッキパンツと着るの、うん、まあでもちょっと楽しみだけどね。楽しみ楽しみ、うんうん、まあでもね、そういうなんかチャレンジングなものも買えたし、うん、なんかいいものも買えたこのね、ツアーでしたね、うん、はい、お盆の楽しかったね、はい、暑かったけど今日は。じゃあそんな感じですね、はい、はい、でした。